青エン理は、中国出身の男性歌手、ダンサー、作曲家、俳優、電子オルガニスト。身長176センチメートル、体重60キログラム、血液型大型、男性。2013年10月、日本電子キーボード音楽学会に入った、外国人会員第1号となる。2014年4月、昭和音楽大学作曲学科に入学。 同年7月、ヤマハ音楽教室に通って、エレクトーンを習い続ける。2015年6月、ヤマハエレクトーンフェスティバル銀座展大会に出場し、日本のエレクトーン月間にパフォーマンスレポートに掲載されました。2016年1月、アマービレオルガンコンテストに出場し、日本のエレクトーン月間にパフォーマンスレポートに掲載されました。同年6月、 ヤマハイレクトオンフェスティバル銀座店大会では一般部門の金賞を受賞。同年8月、国立オリンピック記念青少年総合センターで日本のバイオリン演奏家の松、カバノルナさんが共にオリジナル作品を演奏。同年9月、ヤマハイレクトオンフェスティバル東京大会に参加し、日本のエレクトーン月間にパフォーマンスレポートに掲載されました。同年10月、 日本電子キーボード音楽学会の会館に論文を掲載された。2017年1月、慶国際音楽コンクールの作曲家部門優秀賞を受賞。同年9月、日本電子キーボード音楽学会コンサートは、大会唯一の外国人に演奏家として出演。同年3月、オーシャンバタフライズインターナショナルに所属して作曲家。同年10月、エーベックスの受講生となる。 2018年4月、日本株式会社イノベーションクリエイティブ、ソングスマイルエンターテイメントに所属してアーティスト。同年5月、日中文化コラボイベント書道展で出演した。同年6月22日と7月13日に、東京、両国門店ホールで、チャイナフィールエレクトオンミニライブを行いました。同年12月25日、デジタルシングル、 321をがリリースされた。ボーカルディレクションでは、三代目 J ソウルブラザーズの作詞作曲や、ボーカルディレクションなどを手掛ける大河内幸太も参加しました。2019年3月、招待された2019年東京秋冬ファッションウィーク、同年9月30日、ピアノオリジナル EPME を配信された。この EP は、 ME というタイトルにちなんでおり、本当の自分になるように人々に呼びかけ、一人称の角度から、あなたの心を探っているからです。アルバムの配信から24時間以内に、スイスのスポティファイのヒット曲トップ20のプレイリストに収録された。同年10月25日、東京池袋のラジオ番組のインタビューを受け、彼という多くの日本人に知ってもらった。同年8月、 日本株式会社イノベーションクリエイティブ、ソングスマイルエンターテイメントに専属契約が終了しました。2020年3月31日、新型コロナウイルスに関してチャリティーシングル、教会のある世界で、を公開されました。彼は作曲を務め、そして歌は日本の歌手、相沢かすみさんによって歌われました。同年8月、青州演里が、 芸能事務所アクセルエンターテインメントを設立しました。2021年6月9日デジタルシングルストロンガーザンユーノーがリリースされた。この曲は彼の最初の日本語の歌です。1994年4歳の時に北京ヤマハ音楽教室で電子キーボードを習い始めた。1995年ヤマハ音楽教室の先生が 生徒たちと保護者を招待して、日本から来た松本玲子さんのエレクトーンコンサートを見に行った。コンサートが終わった後、父はエレクトーンに興味を持ち、青春リンさんにエレクトーンを習わせた。学習期間で、青春リンさんの音楽に対する敏感度と音楽表現は、先生の好評と認可を獲得しようとする。1999年、EX 中国予選会に出場し、 優秀賞を受賞した。8年間の学習と蓄積を経て、2007年、北京市芸術祭に参加し、花すべての人の心に花を演奏し、審査員たちの認可を得て、優勝した。2009年、北京現代音楽学院に入学。入学後、青春理さんの学科成績が優秀なので、多くの講演の機会を得た。2010年からは、 国内外音楽コンクールにも出場し、数々の賞を受賞している。2013年から日本へ留学。同年10月、日本電子キーボード音楽学会に入った外国人会員第1号となる。同年6月、日本のヤマハ音楽教室にエレクトーンを学び続ける。日本全国電子キーボード音楽学会事務局長だった、あがた俊氏は彼に会うたびに、彼は、 自身に異なる魅力を発散させているように感じられた。舞台の下は静かな学生で、舞台の上はとても大きい潜在力を持っていると評価している。エレクトーン受賞2020年2月、彼は中国武漢支持前回に400万円とマスク1万個を寄付し、武漢の人々が新型コロナウイルスの流行を防ぐことを支援した。 同年2月19日、中国国際放送グループが新型コロナウイルスの流行を防ぐプロジェクトは、世界中の各々国の政府機関に招待され、一緒にスローガンを録音し、世界中の人々に新型コロナウイルスの流行を防ぐことを呼びかけている。2019年から、彼は同性愛者コミュニティに注意を払うに始めた、と彼自身の音楽作品のいくつかを、 同性愛者コミュニティの彼の理解を伝えました。5月19日に彼は彼が6月9日にリリースされる LGBT のための新曲ストロンガーザンユーノーを作っていたことを彼の SNS に書いています。ありがとうございます。